はい、皆さんこんばんは。本日はボストンクーラーを作りたいと思います。このカクテルはラムをベースにレモンジュースとシロップを加え炭酸で満たすとてもスッキリしたカクテルです。サトウキビを原料としたラムとレモンジュースの酸味によってレモンサワーのような甘いカクテルになります。それでは作っていきましょう。このカクテルはロングカクテルです。そしてシェーカーを使います。まずレモンジュースを15ミリ入れます。そしてサトウキビのシロップ、カリブシロップを1ティースプーン5ミリ入れます。ベースのラムを45ミリ入れます。そしてシェイクします。炭酸を適量入れます。下から上に1回ステアします。お待たせしました。ボストンクーラーです。